お邪魔しているイエステチャンネルでは東京池袋にありますサロンシーズさんからお送りしています。シーズの技術力の高さには定評があり、医療従事者やプロの方がスキルアップのために学びに来るほど、最大限のキレを引き出すために追求された技術は骨格、神経、筋肉レベルから原因を探り、一人一人のお客様のお体に合わせアプローチしていきます。オーナーの中山静子先生です。よろしくお願いします。どうなんですか、すごく痛いんですか？痛いと評判ということなんですか？やっぱり老廃物を流していくっていうエステになってくるので、はい、老廃物が溜まっているところとか、あとはどうしても日頃の生活習慣で癖でねじれてしまっている筋肉とか骨格の歪みとか、そういうところがあるところが痛いと思います。何も痛くしてるわけじゃないですよね。痛くしてるわけじゃない。そうですよね、はい、なんか溜まってるものが痛い、うん、なんか今まで会ったことないような痛みだから。そうでしょ。え、痛いですよって言われても、うん、大丈夫よそんなの平気平気と思ってたけど、うん、顔でいじってもらったことはないんで、うん、嘘だこういう痛みなのと思って。でもすぐ痛み引くんだけども、そうですね、はい、うん、でもこんな痛みがあるんだと思ってびっくりしましたね。そういえば編集長も以前こちら清水さんで体験されてましたね。そうなんです。私2回レポートさせていただいてるんですけど、はい、私も散々言ってますが、はい、一番痛いです。痛いね。ね、編集長が痛いって言うなら本当に痛いんですね。痛いと思います。でやっぱり先生、私たちはほら年齢が少し上なので溜まってるものがいっぱいあるってこと、それでもっと若い人よりは痛いってことじゃないの？どうしてもホルモンの関係で、30代以降ね、どうしてもホルモンが下がってくると骨とか筋肉って固まってきちゃうんですよね。女性ホルモンが、そうなんです、柔らかくしてくれるっていう、そうなんです、働きがあるので、そういった意味でも、じゃあ顔を押すことによってホルモンが良くなって、はい、治っていくってこと？そうですね。私の過去の体験のビフォーアフター、なんか色も白くなった。そうですね、肌の色とか、だから顔の上がり方も頭皮のここからもうバンって上がる感じなんですよ。ただ目が大きくなるんじゃなくて、こっからもうバンって全体的にこうリフトアップの影響をしたかのようにバンって。でも本当、私も鏡見た時、あれこれ10年前の顔だと思ったもん。私が昔鏡に見てる時はそういう顔だったんで、ありがとうございます。いえいえ。しばらく続くといいんだけど。もうそれって先生、ここからやるからですよね。そうです、頭皮からきちんとやっていくので、やっぱり皆さん顔っていうとここまでしかお手入れしないんですけど、顔の頭皮ってやっぱり、あ、ごめんなさい、お顔の皮膚って頭皮からくっついてるので、頭皮からやってあげると効果がより長持ちしますし、ただこう皮膚を引っ張り上げてるだけでなくて、やっぱり筋肉と骨にアプローチしていくので、より効果が長持ちしますね。あ、特になんかこの辺が痛いですね。ここね、太いリンパが通ってるところですね。確かにここら辺で自分でマッサージする時もすごいなんか、あ、すごい凝ってるなっていうか、ゴリゴリなる時とかがそうです、ね、ありますもんね。あとこの辺とかがなんか石のように固まってたけど、どうだった？石のようだった？もう私はもう石どころか岩。わかる、すごくお騒ぎした。そうそう、お騒ぎですよ。もう先生の手をね、蹴飛ばしましたから。私もね、止めようとしてたんだけど、こういう何サックみたいに入ってるから動けない、もうなんかククーンに包まれてるみたいな。もうそういい考えですね、その中に入ってる、はい、エリカちゃんのあんなちっちゃい顔でももっとちっちゃくなってましたね、さっき。びっくりした。あと左右均等にこう歪んでた。やっぱり本人がすごい気にするの、私あんまり気にしたことないんだけど、でもやっぱり歪んでましたね。普通になると、あ、歪んでたっていうのが分かる。そうですね。今回もまたエリカさんと親子体験されたんですね。そうなの、そうなの。あの子はいつも先にやって何回るのね。じゃあ親子育ちちょっと痛い思いをしたかと思うんですが、その体験 VTR 早速見ていただこうかと思います。
席をよろしくお願いします。何をするのか教えてください。はい、まずマリアさんが、お体のコースをお受けいただこうかと思うんですが、特に気にされてるところはありますか？子供産んだりしてるから、なんか前肉とかこの背中のお肉とか、ちょっと気になる。気になりますか？もちろんお腹もそうですけど。お腹も割と。分かりました。今日お受けいただくのがデトックスの集中コースになるんですけれども、あの体のいらないものを排泄する流れっていうのがリンパの流れになるので、でリンパの流れを良くしていくためにやっぱり筋肉がぐっと硬くなっていたり骨格に歪みがあるとどうしてもこう道がねじれてしまうので流れが悪くなりますから、ただマッサージするだけではなくてしっかりその骨格のねじれとか筋肉のねじれっていうのを取り除きながらやっていくようなコース。じゃあマッサージも入るって感じですか？マッサージをメインで。お、なんかちょっと痛い感じがしてきたね、なんか痛いですね。そうですね、やっぱりあの歪みがあるところとか老廃物が溜まっているところはどうしても痛いですね。はい、わかりました。結構マリアさんの肩が前にねじれて、そうやっぱ胸が大きい人は隠そう、はいはい、隠そう、本当はこうやってる場合きっといいんでしょうね。でもそうするとね、なんかこの辺が大きく見えるのがちょっとコンプレックスだったりして、羨ましいですけどね。わかりました。じゃあここですね。リカさんの方、はい、お顔があのすごい小さいんですけれど、はい、ちょっとあの歪みがあるんですよね。そうなんですよ、はい、うん、こっちがもうちょっと、はい、こっちだっけこっちがもうちょっとポッてなってる。そうですね、どうしてもこの首と肩が硬くなってくるとお顔のいらないものって出ていけなくなっちゃうので、今日はしっかり首と肩とこの辺から流して、うん、よかった、はい、でやっていきますので、じゃあ筋肉ほぐしていきますね。痛いよね。結構凝ってますね、お顔の筋肉も。うん、痛いよね。痛いよね。痛いね。ここが詰まってます。だいぶ下がってるのが上がってきましたよ。そしたら首が結構、首がひどいので首をちょうど最後ここ鎖骨のところに静脈があるんですけど、はい、リンパっていうのは最後静脈に合流するんですね、はい、うん、なのでただリンパをそう流すだけじゃなくて鎖骨のところに静脈に流し込む。だから顔のむくみだけじゃなくて、はい、足とかのむくみっていうのも最終的にここに流れてくるので、そうなんだ。そう、肩とか首が凝ってると足もむくむんですよ。へー、うん、これは痛くない？これ痛くない？肩が内側に入っているとここの筋肉が硬いんですけど、ここ大丈夫？痛いです。痛いですね。こっちが特に。うわ、すごいね、肩こり。なんでですかね。歪んでるからです。だいぶ柔らかくなってきましたね。でも痛さが変わる。痛さが変わるんですか。痛いね。痛いね。これはコラーゲンの美容液です。生コラーゲンの原液ですね。サラサラしてます、ね、サラサラしてます。肌に入っちゃいますね。うん、本当だ、うん、今日は筋肉とか皮膚とか骨を支えてる部分を矯正したんですけど、リカさんの場合ちょっと顎の関節自体も歪んでいるので、きちんとこの関節の矯正されるともっと綺麗になりますね。すごい上がってますね、顔がちっちゃくなった気がするのと、あの乾燥肌だったんですごいプニプニになりました。やっぱ痛かったです。うん、すごい可愛い。
ひどいですね本当にひどいです。その筋肉と脂肪層がもうガッチガチに硬くなっちゃってて、なかなか中まで手が届かないですね。音がします。これコリって骨みたいな音しちゃってるの、これ筋肉ですから。マリアさんの筋肉も鉄板みたいですね。そうだね。首もひどいですね、これ。ちょっとリンパ節触りますよ。ここはすごいですね。肩も痛いですね。久しぶりに痛くなった。これ取ったらここのたるみ全部取れますよ。ここ痛いですね。でもね、痛いですね。ここ痛いよね。この辺、この辺、脂肪この辺いらないです、これ。これ取りたい。これ。すごい固まっちゃってますね。リンパ節は結構ケアされてるのか、まあ開きますね。そうですよ。結構マッサージ行ってるんで。行ってますよね。ゆっくりやりましょう。ぐーっと伸びます。痛いです、痛いです、痛いです。痛いですね。ちょっと筋肉緩めますよ。なんか痛いですか。これ痛いわ。あ、なら。あ、目の疲れですよ。やだ。おお、痛い。あ、痛いわ。痛い痛い痛い。ちょっと痛いですよ。それで私をこれに入れたわけね。そうです。身動きが取れないように。もうすっごい上がってきましたよ、半眼。あ、お、私の10年前の顔だ。すごい上がってます、綺麗。あ、痛い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 。もういい、もう終わります。じゃあ最後リンパ流します。OK、はい、終わりです。ありがとう。頑張りました。おっしゃってた通り、すごく痛そうでした。でもよく頑張りましたけど、あんなにね、頑張れること思わなかったので。相当ひどかったです。私がね、なんか背中がね、どうしてもなんかコリッコリッコリってね、どうしたらいいの。筋肉が石みたいに固まってしまって、特にこの鎖骨と肩甲骨と腕の骨、ここをつないでる筋肉が全部ぎゅっと縮こまってしまうと、やっぱり血管とかリンパ管もぐっと縮こまって流れが悪くなってしまうので。その原因というのは、原因はもう骨盤と骨格の歪みにあるんですよね。じゃあここを直せば全部良くなると、そうです。今足の長さが違うので、要はお家が傾いてる感じですから。この子も傾いてる今。この子ちょっと傾いてます。ちょっとこっち上がってますね。
あるとこの歪みを直そうと思って、うんうん、こっちも歪んでこっちも歪んでってなってしまうんですよね、うん、そうです、引っ張られて、うん、そう引っ張られちゃってね、うん、そうなんですよ。それでバランス取っているところが人間があるから、うん、やっぱ最終的にでも全部歪んでるってことだって全部直していった方がいいんですよね、うん、一気にね、うん、そうですよね、うん、そうそうそう、うん、そして定期的にどのぐらいの割合でやればいいんですか。例えば1ヶ月マリアさんだったら3日に1遍ぐらい来てほしいくらいすごい頻繁すごい頻繁で本当にひどいんですよ。私の手が入らないんですから。そうなんです、ひどいです。でもめったにいらっしゃらないですよね、うん、めったにいらっしゃらないです。そうなの、まあ嬉しいのか嬉しくないか、やりがいがありですよ。そうだと思う、そうそうそう。でも先生の手が気持ちいいの。もうすっごい暮らしてね先生、見せてください。手が気持ちいいのよ、すっごい、うん、パッと入った時にすっごい気持ちいい。そう、うん、例えば先生、その痛い施術をですね、うん、スクールで銀座と池袋で皆さんに教えているって聞いたんですけども。そうなんですよね。あの代替療法のメディカルリンパマッサージといって、でただリンパを流すってことだけでなくて、そのリンパが流れなくなってる原因ってどっから来てるのか。じゃあリンパを流してくれるポンプの役割をするのは筋肉なので、筋肉が硬くなっているのはどこからかとか、じゃあなんで筋肉が硬くなるのかとか、そういった根本的な部分を見る東洋療法と、あとは表皮のリンパを流してあげたり、リラックスしてもらうアロマテラピーとか、そういった西洋療法っていうのを融合させて日本人の体質に合うように作っているんですけれども、もう一般の方から特に最近多いのが看護師さんとか理学療法士さんとか、あとドクターなんかも骨格矯正を学びにいらっしゃったりして、はい、やっぱりなんか全てのなんか基本なんですね。そうなんです、骨格のどういうものかって、うんうん、そうですね、